ジョン・ハイデン・ライクはアメリカ合衆国のプロレスラー。ルイジアナ州ニューオーリンズ出身。プロレスラーになる以前はアメリカンフットボールで活動し、1994年から1995年にかけてオフェンスラインマンとしてカナディアンフットボールリーグのシュリーブポートパイレーツでプレーした後、1996年にはアリーナフットボールリーグのテキサステラー。 1997年には NFL ヨーロッパのフランクフルトギャラクシーに在籍。また、NFL の数チームのトレーニングキャンプにも参加したが、開幕ロースターに残ることはできなかった。その後、プロレスラーに転校し、アプエでのトレーニングを経て2001年に WWE と契約しているが、その際は WWE に登場しなかった。以降は日本に活動拠点をし、 ゼロワンに参戦。その際のリングネームのカタカナ表記は、ジョン・ヘンデン・リッチである。ゼロワンでは、ネイサン・ジョーンズとのタッグチームで活動していた。2005年2003年に WWE と契約し、本名のジョン・ハイデン・ライク名義で、同年9月の RAW でデビュー。当初は、ベビーフェイスとしての登場であった。オベに一旦送られて、ギミックの練り直しを行った後、 2004年より、ポール・ヘイマンをマネージャーに従え、ハイデン・ライクのリングネームで、スマック・ダウンにて、再デビュー。狂人ヒールとして、自作の詩を読み上げる詩人のギミックで活動する。ポール・ヘイマンと離れた後も、狂人ヒールギミックを継続させ、2004年に行われた JBL とジ・アンダーテイカーの、WWE 王座戦の最中にアンダーテイカーを、襲撃するなどした。 これが発端となり、2005年1月30日、ロイヤルランブルでのテイカーとのキャスケットマッチへと発展。その際、ジーンスニツキーと結託して、テイカーをカンオケに入れようとしたが、カンオケに隠れていたケインに阻まれ、敗北。その後、ブッカーティーとの交渉をきっかけとして、友達を求める孤独なキャラクターにギミックを変更するとともにベビーフェイスに転向。また、入りたい上に、 子供たちと共にハイデンライク更新を始めた。以後、M&M n M に襲撃されているところに救出に来たロードウォリアー・アニマルと新生リージョン・オブ・ドゥームを結成。同年7月24日のグレート・アメリカン・ダッシュにおいて M&M n M から WWE タッグ王座をダッシュした。2005年末から病気欠場することになり、2006年1月17日に WWE 側からの復帰日程提案が物別れに終わり解雇された。2009年、ハルカマニア WWE 解雇後、カルロスコロンが主催するプエルトリコの団体である WWC に参戦。WWC では2006年10月28日にアバットから同団体の最高王座である WWC ユニバーサルヘビー級王座を獲得。12月16日に カリートに奪われるが、カリートが WWE と契約しているために、同日にタイトルを変換した。結果二度退感している。2007年1月6日に、カリートの弟である、エディコロンに敗退し、同王座を明け渡した。また、ルイジアナを拠点とする AW&WA、AWR などのインディー団体に参戦。短期間で多くのタイトルを獲得。2009年11月、 ハルク法案がオーストラリアにて開催したイベントであるハルカマニアに参戦。21日にはブルータスビーフケーキ、26日にはピンプファーザーと対戦するがいずれも敗戦している。他、ベーンインディー団体を中心に多数のタイトルを獲得。ありがとうございます。